皆さんこんにちは、村田平です。いつもご視聴いただきありがとうございますはい、今回はですね、初めてじゃないですかね、結構いろいろこのお店にも写真集がたくさん置いてるんですけれども、その中でも、私が個人的にね、すごくおすすめだなと思う写真集の紹介をしていきたいパート1になります。たくさんあるんですけど、今回1回目ということで、最近特に好きだなと思うのを4冊ほどご用意しております。皆さんも写真集見られますか？私は本当に写真を始めてからすごく見るようになって、いろいろね、こういう撮り方もあるんだ、これ何を伝えたんだろうなみたいなことを考えながら、パラパラとコーヒーを飲みながら見るというのが日課ではないですけど、そんな時間を大切にしております。早速ですけどやっていきましょうか。はい、でまず一つ目がですね、これはもう一番最近ですかね、はい、私も普段からすごくお世話になっている野村誠一さんが初めてこのライカという写真集をライカで撮ったもので発売されました。こちら京都のレセプションの方にもお邪魔させていただいたんですけれども、まあ、飾ってあるね、展示してある作品はもちろんのことを、まあ、今回この写真集を見た時にやっぱり、はあ、すごい人なんだなと改めて感じました。この構成どうこうというよりも、やっぱりその一枚一枚の写真の重みというか、今までこう野村誠一さんが積み上げてきたものの凄さっていうのをまざまざと感じますね。もう人だったり風景だったり、たくさんいろんな種類の写真が載ってるんですけれども、もちろんね、人を撮ることがすごいっていうのは皆さん誰もが知るとこだと思うんですけど、やっぱりその葉っぱ一枚撮る、そして風景を切り取るってとこでも、その迫力の出し方だったりとか、一見あれ、これはどんな人でもこういう風に撮るんじゃないかなっていう一枚なのに、野村さんしか撮れないんだろうなっていう絵に変わっていったりとか、まあそういうのをまざまざと見せつけられたというか、わあすごいなっていうのを純粋にこう一ファンとして拝見いたしました。すごいですね。こうやっぱり僕もこの前写真展があったりとか、写真集をね作ってみたりとか、やっぱり紙の大切さというのをすごく最近感じているんですけども、この写真集の紙がすごいんですよ。見てもらえば分かります。こうめくった時の質感、もちろん出てる色の出方、すごく細部までこだわり抜いた一冊だと思うので、ぜひ皆さんこちらの野村さんライカという写真集、ぜひ見てみてください。おすすめです。もう凄さは見てもらえば分かります。こんな私なんかがどうこう言える立場ではないので、まず見てくださいとだけ言っておきます。これが1冊目。そして2冊目ですね。これはね、うちのコウさんがつい今日持ってきてくれて、先日写真展にもお越しいただいた小室美穂さんの写真集になります。 Life is the dog、 ワンちゃんを主体にした全てモノクロ写真の写真集なんですけど、まあ、コウさん買ってきてくれて見せてもらった時に、もうとても好きだったんですね。この元々僕ワンちゃんを2匹飼っておりまして、ワンちゃんが大好きっていうのもあるんですけども、まあ、切り取り方だったりとか、ワンちゃんの表情だったりとか、空気感ですよね、まあ、全てこれ海外で撮られてると思うんですけど、本当にその場の空気感、温度感が伝わるモノクロの写真だと思います。まあ、僕がそんなこと言ってもね、説得力ないかもしれないですけど、すごい好きです。本当優しい気持ちになれます。こうね、ワンちゃん好きな人はぜひ見てほしいし、モノクロ写真なのにやっぱり色彩を感じる、とても優しい写真集だと思うので、こちら小室美穂さんの Life is the dog、 ぜひ見てみてください。かわいい。このね、表紙がまたね、すごい窓になってるんですよね。窓になってて、こういうふうにね、切り抜かれてて、ちょうどワンちゃんの顔がこう映るようになってるんですけど、そういうなんか作り方とかもすごく参考になりますよね、こういうね。はい、はい、そして次がですね、このかっこいい真っ黒な写真集、プロダイバーの篠宮隆三さんという方のヘリテージという写真集なんですけれども、ちょっと嫉妬しました。はい、載ってるのはですね、本当海の中の写真がメインで、クジラですね、載ってるんですよ。去年1回目のライカに小石の写真展に来てくださって、そこでいろいろお話をして、まあ、モノクロの写真なんですけど、モノクロ写真を見たくて来ましたと言ってくれて、すごい嬉しかったんですけど、そこからずっと SNS でやり取りをさせてもらって、今回これは出るって時にすぐ買ったんですけど、まあ、見た時に
篠宮さんでしか取れない、絶対にそこまで潜ることもできないし、僕なんか海潜って目の前にクジラがいたらおしっこちびっちゃいますよね、完全にね。カメラどころじゃないですよ。でも僕がこう、なんていうんですかね、海だからとかじゃなくて、こう写真を通じて伝えたい世界観だったりとか、こういう表現をしたいっていうのを、まさにその一つをまさに表現されていて、嫉妬を覚えたというか、うん、悔しさもあり、でも負けないぞっていう気持ちにもなれた一冊なんですよね。この1枚目のこれでも僕は心打たれました。尾びれですよね、クジラの。まあ、ここからね、どん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 クジラさんの様子が、海の中で撮ったクジラさんの様子が出ていくわけですけど、ぜひ見てほしいです。はい、こちらのヘリテージっていうのが3冊目。して4つ目、これは僕がもうずっと多分ことあるごとに見てる写真集です。マスターオブストリートフォトグラフィー。はい、世界各国の、まあ著名なスナップシューターの方の写真が何枚かずつ載っています。何人だろうな、結構多く載ってるんですよ。有名な写真もあるんですけど、で僕がたまたますごい好きな写真家の方の写真集を買いたいなと思った時にこれが出てきて、これを買ったんですけどね。で何がいいかっていうのは、まあいいか悪いかわからないですけど、こう一人当たり 4、5枚の写真が載ってるんですよ、一人の写真家さんあたり。で最後のページにはどの写真をどのカメラでどんな設定撮ったのかっていうのも全て載ってます。はい、絞りはいくつで、シャッタースピードいくつで、 ISO いくつみたいな。だそういうのをなんか最初のうちはね、あ、こういう写真ってこんな設定撮ってるんだっていうのをまだね勉強したての頃とかはよく参考にしてました。もうそれぞれ本当モノクロの人もいればカラーの人もいれば、人撮る人方もいれば完全に街中を撮る人もたくさんいるので、いろんな人の写真をこんな一冊のうちでここまで詳しく紹介する写真集ってそんなにないと思うんですよね。こうふとした時にどうしても見たくなる写真集の一冊として載ってます。これ多分輸入になると思うんですけど、全部英語で海外販売なので、気になる方はぜひ探してみてください。まあ、一応全て概要欄に貼っておきます、全ての写真集。はい、マスターズオブストリートフォトグラフィー、ぜひ見てみてください。はい、4冊ですね。そして最後は、まあ、もちろん、はい、私の写真集です。おかげさまで、特別版はすぐに売り切れてですね、その後もつい先日3日からですね、オンラインショップで販売をスタートしたんですけど、毎日やっぱり何人かの方が購入してくださってですね、順調にこういろんな人の手に渡っててくれてるのがすごく嬉しいです。やっぱ安くないと思うんですよ、金額的にも。ね、あの量産型でもないですし、まあね、自分ができる精一杯の部数を発行して作ってるんですけれども、いろんな方が DM で見た感想を送ってくださって、優しい気持ちになりましたとか、それこそそのモノクロ写真のこういうところが素晴らしかったですとか、一番好きな写真は何でしたとか、それ僕も本当に嬉しくて、作ってよかったなと改めて思ってます。最初の写真集になってるので、ぜひ皆さんよかったら手に取ってもらえると嬉しいです、という写真集紹介パート1でした。これからパート2パート3って、まあ、写真集はねおすすめしたいのたくさんあるので、こんな動画も出していきたいなと思うので、需要がなかったとしてもまあ出します。はい、よかったら見てください、これからも。でこれからですね、今月はバルナック来家展始まります。来月はこちらで夫婦展というね、今までなかったアートと写真を融合させた写真展が行われます。引き続きですね、いろんなことをチャレンジしながら、皆さんと一緒に、写真カメラを楽しんでいけるような活動をしていきたいなと思っておりますので、よかったらこのチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではこの辺で今回は失礼したいと思います。それではまた。